日立川水門。ひた水門は、茨城県上須市に位置し、霞ヶ浦と利根川の合流点を仕切る水門。現地では、隣接する利根川川口関と合わせ、逆水門と通称される。1959年2月に着工し、約18億円の費用をかけて1963年5月に、竣工した。総幅252メートルで、 幅28.5メートル、高さ6.65メートル、重さ約120トンの高性高桁ローラーゲートの、主ゲートが8門と、大小2門の高門を併設している。春工当時は、日本最大の水門であり、霞ヶ浦の治水、離水、環境上重要な位置を占めている。また、道路が併設されており、近隣住民にとっては、橋としての役割も持つ。 建設当初、公式には、日立川水門の目的はの2点であるとされた。その後の霞ヶ浦開発事業によってという目的が付け加わるとされている。ただし、水源確保の目的については、建設に至る歴史、下記参照から、建設当初から意識されていたとする指摘もある。日立川水門の構想が明確に現れるのは、1939年の、 利根川増補計画である。明治以降、政府は、利根川と霞ヶ浦水系を分離させる工事を行っていたが、度重なる洪水に、さらなる治水対策の強化が通過で、霞ヶ浦と利根川の合流点に逆水門を建設し、新たに西の浦から外な坂浦を経由し、鹿島灘に直接排水する霞ヶ浦放水路が計画されることとなった。 この計画策定の直後の1941年、利根川の上流部で大雨が降り、その水が霞ヶ浦に逆流することで大洪水が発生。具体的な日立川水門の治水上の根拠となっている。一方、沿岸の防止という点においては、喉の事情から、利根川下流部では明治以降、一貫して川底を掘り下げる浚雪事業が行われてきた。 その副作用として、調子の利根川川口から遡上する海水の量が増大し、その水を使った霞ヶ浦下流域の農地で頻繁に塩害が発生するようになった霞ヶ浦はこの頃に最も起水化している。特に1958年には干ばつによって大規模な塩害が発生し、その防止のための施設として位置づけられている。当初、 日立川水門はあくまでこうした治水と塩害防止という目的で建設されたとされ、現在の日立川水門が持つ霞ヶ浦の水位を操作して水源を確保するという利水上の目的は公式にはその後の経済成長による水源開発の必要性から付け加えられたと説明されている。しかし、などの点から、 建設当初から日立川水門が、利水上の目的を意識して作られていた可能性は、高いという指摘もある。日立川水門は、こうした事情を受けて着工されるが、霞ヶ浦と海とのつながりを断絶してしまうため、当初から起水性の山としじみが生息できなくなる、ことなどから、特に漁業者の強い反対を招いてた。しかし、園外は、水門竣工後も発生し続け、 1974年には水門の完全閉鎖、正確には潮汐や増水による下流からの流入を完全に止めることが決定する。これにより、霞ヶ浦の淡水化は決定的になる。それ以降、長年水質汚染の解消や漁業振興のために逆水門の開放や海水の素状をある程度容認する柔軟運用。 自然条件に逆らわない形での水位の操作などの要望が出されてきたが、当初は農業及び工業用水の確保を理由に、これらの要望は受け入れられてこなかった。しかし、近年では、鹿島臨海工業地帯における工業用水の余剰が問題となったり、人口予測の下方修正に伴う水需要の課題予測が明らかになったりするなどによって状況が変化し、 2002年10月16日の参議院決算委員会の審議において、水位捜査、水門の捜査について、円卓会におけて、合意形成を図る旨を、国土交通大臣が答弁するなど、日立川水門をめぐる環境は変化の兆しを、見せている。よく、日立川水門、及びその締め切りは、霞ヶ浦の水質汚染の現況として批判される、ことが多い。しかし、 水門そのものが霞ヶ浦の水質汚染にどれだけ貢献しているのかは評価が難しい。日立川水門の竣行当時は1950年代後半からいわゆる高度経済成長が始まり所得倍増計画や1962年の全国総合開発計画を背景に産業化の著しく進行した時期でもあり鹿島臨海工業地帯や その他工業団地の造成、農業や漁業の近代化、上水道の普及や都市開発など、生産や生活そのものの様子が大きく変わった時期でもあった。加えて、霞ヶ浦と流入河川流域の下水道や浄化層の普及率は低く、生活排水等の汚水は垂れ流しの状況が長く続いていた。いわゆる青子によって、霞ヶ浦が強烈に印象付けられるのも、 この時期出る、現在では、青子の発生は、ほとんどない。これは、水質の改善というよりも、植物プランクトンの種組成が変化したためと、考えられている。また、植物プランクトンの発生は、高雨量や動物プランクトン、イサザアミや、ワカサギなどの小動物や魚の動体にも左右される、ことや、霞ヶ浦の汽水化の過程などから、 単純に水質と日立川水門を結びつけるのは難しく、水門を解放すれば水質は改善されるのかどうかははっきりしていない。しかし、少なくとも海からの連続性の断絶することで、霞ヶ浦の生態系に対して多大な影響を与えたこと、その結果特に漁業に対して大きな影響を与えたこと、また日立川水門の存在が、 霞ヶ浦の利水計画にとって大前提となっていることにより、水源開発によって霞ヶ浦の姿やその環境を大きく変えることとなる霞ヶ浦開発事業の足がかりになったという点から、日立川水門を批判する意見もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。